まだまだ引き足りません、僕たちがね。そうだね。まあ、この辺で、まあ、今ね、もう暑くなってきちゃって、もうびしょびしょになってきたんですけど、なんか気が、なんかしてる、暑い国から来た人。違うんですか。あ、暑いのに、なんか巻いてますけど、どうして巻いてるんですか。入ってますか。はい、パツさんです。パツさん、なんで、はい、何を巻いてらっしゃる。これは何を隠そうですね。何も隠してませんけど、インドのショールというやつで、これシルクですね。はい、インドで調理で、作られてる。で、このシャツも実はインドで、はい、インド製。インド製で。実は僕は一昨日インドから帰ってきました。はい、なんかゴールデン10連休を利用して。そうですね、一週間ちょっとインドの方に出まして、はい、ていうか なぜインドなんですか。そこからまず知る方は知ってるカレーオタクでございまして、はい、カレーオタクであることは、はい、僕は知ってるんですけど、もう12年前からね知ってるんですけど、カレーを食いに連れ回してましたね。それも、はい、CD と同時にカレーをね、うん、辛いのっていうよりもスパイシーなね。そうです、辛いのは僕ココイチ力も食べれないぐらいの苦手なんですけど、まあ、辛いとスパイシーは違うという。そうか。でパツさんはカレーがマニアっていうのはいいですね。なんか悔しいな俺も。まあマニアを通り越してドハマにしましてですね、ついにインドに行ってちょっと勉強してきたっていうのもあるんですけども、まあライフワークでスパイスカレーを研究しておりまして、もう最近はワークショップとか人様に教えることまでやりだしてしまって、はい、自分で曲がりカレーなんですのもやり始めまして、でインドの作り方を、まあ、僕は師匠がいるんですけど、カレーのね、まあ、インドで修行した人が師匠なんですけど、まあ自分でやるようになってからインドの作り方をお手本にって言いながらインドに行ったことはないと、これはいかんぞと、これはいかんぞと、まあ、一応日本にいるインド人とか日本にいるネパール人とか日本にいるスリランカ人には直接教えてもらってるんですけど、まあ、本場の空気を一回吸いに行かなきゃダメなの。でいろいろ生活とか文化とかね、接したくて行ってきました。ということで、今日はこんなちょっとこうインドにリスペクトをしながらですね、こんな衣装でやってみたいなと思ってます。というインドトークのコーナーなんですけど、これ実は。はい、インドトーク聞きたかったんです。はい、ですけど、パツさんはね、はい、さっきも言ったように、なんか教えたり。彼教えてます。彼を教えてる。はい、教えてます。はい、ね、北海道のスープカレーだったりとか、そういうのもいけるんですか。なんでもカレーが。スープカレーはまだ教えたことはないですけど、まあ、僕は基本的にインド、ネパール、スリランカのカレーをベースに教えてるので、そっちですね。そっち系ですね。スープカレー日本なんで、あれ。あ、なるほど。ジャパンなんで、あれは。あ、はい。失礼しました。ジャパンなんですよ、あれ。まあ、インドネシアのカレーがポリネシアンカレーが発祥とは言われてますけど、うん、まあ、日本のカレーなので、まあ、作れないことはないですけど、北海道の、まあ、なんか特産みたいな、あ、そうですね、日本のカレー、日本のカレーですね、はい、まあ、似たようなのはないことはないんですけども、はい、ということでちょっと今回はインドでも皆さんが行ったことない東インドというところに、すごく危ない、めちゃくちゃ危ないですね。もう一番衝撃だったことを一つ言いますと、はい、まあ車、バイク、渋滞、はい、まあ当たり前なんですけど、2欠3欠ノーヘル、スマホ当たり前、ちょっと待ってください、スマホをかけながら運転する、あ、まあ当たり前、バイクですよ、ノーヘル当たり前で、逆走当たり前、もう普通に向こうから逆走してきてクラクション鳴らしっぱなし、煽り運転当たり前、煽りまくり、でも誰も怒らない、みんな避ける。信号はあるんですか。信号はあるけどほとんど守らない。いや、まあ、だから、はい、そんな危険な地域に、はい、出向いて、はい、やっぱ信号これがね、やっぱり文
化が違うと、それがまた、まあ、いいとは言いませんけども、まあ、生活に根付いてるんですね。あの、まあ、貧しい国だったり、お金持ちとの差が激しいので、一番びっくりしたのは、あ、二鉄でノーヘルだ、運転手、バイクの人、スマホを聞きながら片手で運転してるってことは、後ろのお母さんが子供に授乳しながら、これ、なんかって子供ポロンと落としたらもう死んじゃうじゃんみたいな。ちょっと衝撃的な場面でしたね。そういうね、文化的なところもあれですけど、はい、やっぱスパイスとか本場のやっぱそういうの食べられたんですか？あ、もちろん、もちろん。はい、なんか、ほら、水がどうのこうのっていう。気を使っていたので、生水を飲まないように、ミネラルウォーターっていうのは、とても大変じゃないですけど、ミネラルウォーターしか飲まさないようにして、でも野菜とかも何の水で洗ってるかわからないので、生の野菜は食べないようにして、まあ、火の通ったものとか、そういうものだけを食べるようにはしてました。奇跡的にお腹壊さず。結構やばいなっていうものを食べたりしたんですけど、大丈夫でした。そんだけね、まあ、カレー愛は、そうですね、まあ、皆さんが食べているバターチキンカレーとチーズナンは間違いなく向こうであんまり向こうで食べてないと、ね、これは、ね、食べ物はないというか、ないことはないけどあんまり食べてない。パツさんに教えてもらってる、なんていうのは普段どうして食べない、ほとんど食べないですね。年に1回か2回しか食べないとか、お祝いの時とか晴れの日とか。もう田舎行ったんですよ、今回山の方の、行ったら、はいはい、なんと何があったんですよ。何があって涙型してて、これ珍しいなと思ったら、全然食べたら硬くて、全然もちもちふわふわじゃないです。日本は美味しいぞ。そうですね。よくできてる。もっと体にも食べてますね。ご飯もそうだし、チャパティっていう全粒粉を伸ばして焼いたクレープみたいなやつとか、だからバターと砂糖もそういうのも使ってないようなものを日常食べて、ご飯を食べて、あ、これだったら毎日食べれるなっていうカレーを食べてるのが、マンゴーラッシーは出てこない。あ、マンゴーラッシーあるある。あるある。でもラッシーもある。もう出てくる。ちゃんと。でもラッシーはね、やばいから飲まなかった。あ、水で割ってる可能性があるから。あ、そうか。火が通ってるラッシーはないので。うん、だからラッシーはあのこうパックで売ってるやつは飲んだけど、このチャイも、チャイもこんなちっちゃいカップだけど、10ルピーだから16円ぐらい。だいたい100円あればお腹いっぱい。ワカマンパン。こんななんかサーリー皿とかお皿に一杯出てきて150円、それぐらい。もう衝撃的な、まあ、インド話で言うと多分一晩あっても足りないですけど、でも素晴らしいですね。人の目が違う。日本人は便利になりすぎてなんかいけないなって思いましたね。また行かれる予定は、まあ、1年中のビザがあるので年内にもう一回行こうかな。とにかく、はい、とにかく気をつけて。はい、ね、まあ、パツさんはね、まあ、そういう本当に好きなものがこういつも高じてすごい世界まで行っちゃう人っていうのはもう昔から、ね、はい、本当にあの彼のことを聞きたい方は僕に声かけてください。あ、はい、またうちに作りに来てください。ああ、行きますよ。はい、行きますよ。出張ワークショップもやってますね。あの3人集めていただければ名古屋市内だったら交通費なしで行きますね。いろいろあの告知のコーナーしていいですか？どうぞ。あの、たくさんお告知。僕ライブも8月に自分のもう一個やってる大人バンドっていうのがメモリーレーンっていうところであるんですけど、あのカレー告知でそういうワークショップもやったりとか、はい、その曲がりカレーをやってるので、まあ、Facebook やってる僕とつながっていただくとそういう情報が見ていただけるので、ぜひともそういうのに参加を、カレーを参加していただければ。お、去年あのラーメン屋さんとコラボレーションしたカレーラーメンのレシピをプロデュースして花咲かタイムに取材を受けたりしたんですけど、テレビに、うん、そうですね。ちょっと今年はうどん、カレーうどんのレシピプロデュースの話に来てました。ちょっとチェーン店なんで、ちょっとマジでビジネスとってこれはちょっと真剣に。でもそういうのみたいなね、メディア結構取り上げられてるイメージですよね、はい、カレーって。そうそう、今、まあ、東京大阪はものすごく大流行りなので、名古屋は全然100分の1ぐらいまだ流行ってないので、これからです、ね、100分の1なんですか？100分の1、本当に100分の1ですよ。全然名古屋ですか？全然名古屋、まだまだぜひ数えるぐらいしかいないんで。
頑張ります。ありがとうございます。カレーよろしくお願いします。カレー話しますね。インドは素晴らしい。いや、カレー食べたくなってきたな、はい。甘いものも好きだし、辛いものも好きです。はい、皆さんよろしくお願いします。何がお願いします。はい、じゃあもう曲やろうかな。乃木坂46の曲をやります。なんでそうなの。あ、そうだ、インドね。関係ないんですけど、インドフェードアウトですか。インドフェードアウトしてもらって。はい、この曲、乃木坂46、レコード大賞を取ったんですよ、2017年に。なんか俺がすごいアイドル好きな人みたいな目線で突き刺して。大丈夫大丈夫です。僕はアイドルとかすごい追っかけてとかいうことが実はこう見えてないんですけど、この曲ね、レコード大賞を取ったっていうことで、おお、レコード大賞取ったんだって思ったんですけど、この曲がなんかすごく耳に残ってしまってですね、どうしてもなんかって歌っちゃうんですけど、実際にこうバンドでやってみようってなった時に一回やったことあったんですけど、すごくなんか難しくてですね、いざバンドでやるとアイドルの曲をね、昔はバンドでやってたっていうね時代が、今は、はい、こうやっていざやろうってなったらやっぱ難しいってなって、で、まあ、とにかく、僕の好きな感じがふんだんに盛り込まれてる曲なんで、そう、乃木坂46のこのインフルエンサーという曲なんですけど、この曲をね、ダブルセンターなんですよ。マイヤーと、ナセマルさん。あ、違う違う、全然ない。マイヤーとナセマルね、ナセマルやめちゃいましたけど、ダブルセンターですごい出てますよ。ね。で、そういえば、マイヤー、白石麻衣といえば、某東京のね、出身は東京じゃないかな、群馬からね、とこなんですけど、すごい知ってるでしょ、僕。ね、某音楽専門学校の卒業生、まあ、学校通ってたらしいんですけど、ね、姉妹校。そう、姉妹校らしいんです、はい。っていうだけです。それだけ、はい、親近感を覚えるってやつですね。はい、シンパシー感じる、懐かしい。はい、そんな、もうこんな、はい。ちょっとね、休ませてもらいました、パツさんのカレートークで。すみません、さっきドラマをやりすぎて。はい、その僕の、ちょっとやりたい曲セレクションに、まあ、達也さんもね。これ、はい、達也どう思ったの、これやるよって言われて。来たなと思いましたね。これどうやって歌おうかなと思ってね。最初、ブンブンブンですからね。どうやってブンブン歌おうかなっていうのをずっと考えて。頑張ります。なので、僕と達也さんと僕のダブルセンターでダブルセンターはい、やらせていただきますので、ああいうんじゃないので、はい、聞いてください。ちょっと、はい、聞いたこと、もちろんある方、ない方いるかもしれませんが、乗りやすい曲なのでね、君だってしまうんだ。声くらい叫べばいい。
思うだろう。君がいる場所の分かる僕には地図になるだけなり異常会話未満恋はいつもよそよそしい胸騒ぎが聞こえないように世界から言葉なんか消えてしまえばいい。地球と太陽みたいに光と影が生まれて君を探しくばかり距離は縮まらない。君が何を考えてる知りたくてしょうがない。ミュージカル、ファッションとか映画や小説とかでのお気に入りのものでにする時間を共有できる長い手よりももっと深く恋はない上届くことさ。らしさに惚れてしまう切なさが物足りない。僕は叫んでいる。地面と飛んで二人に意識と愛が回って君を思い続ける。宇宙の中心さ Hey hey hey。力もし君がいなくなったら僕は僕じゃなくなる。震えた
5月6日にカリアのオアシスハイウェイですかね、あの高速のなんか途中からこう入って観覧車があるようなところですね、あそこで、13時、14時、15時の3ステージですね、野外なので、まあ、普通に遊びに来てもらってこう聞けるという感じのライブをやります。よかったら来てください。ゴールデン最終日に来てくれるので、ね、まあ、ちょっとあえてそこを選んだんですけど、よかったら来てください。以上ですか？以上です。はい、その他何か、あ、先ほどパチさん、はい、カレー粉をいただきまして、はい、僕は大丈夫、はい、今なんかやってること今のところないですか？やってることはやってる、やってはいます。でもちょうどいいのがない。あ、もうちょっと時期が来たらちょうどいいの。あ、そうです。だそうです。彼、あの、ま、楽しみにしててください。ピッチャーさんありますか？そうですね。今ちょうどいい情報。そうですね。全然告知とかじゃないんですけど、はい、静岡銀行の CM の曲歌ってるので聞いてみてください。静銀ってやつ歌ってる。それは静岡銀行でしか聞こえない。静岡銀行のテレビ CM をやってるところでしたら、テレビ、はい、テレビ CM。 あ、だそうです。はい、これもあった。カレーじゃないんですけど、はい、名古屋市の市役所のホームページで、マルハチューブってなんか市役所の YouTube があるんですね。そこであのビニールレジ袋を断ろうのテーマソングで来たりしてます。そうだったんですか。そういうのありました。そういうの。ありました。そういう、まあ、仕事も、ね。食品ロスないないないっていう曲も出てます。エコですね。エコの環境事業力の、はい、マルハチューブっていう市役所のホームページ。はい。チェックしてみてください。皆さんちょっとほいつもそういうのはなんかたまにこう巡ってくる感じなんですかね、やっぱ皆さんそういう、たまにあるんですか？たまにありますね。すごい、はい、あのもう一個言わせてもらうと、栄の、はい、あのトラックがあのよく宣伝で走ってると思うんですけど、栄のトラックのメンズエステの、あの声をやってます。そういうのばっかりですね。メンズエステのいい声な感じですか？声メンズエステみたいな。ああ。ぼったくないですね。そっち系かもしれないですね。ちょっとそこら辺は関与してないので。まあそういうね、あのなかなか声のねタレントさんみたいなこともやられてる感じですか？ちょっとね、そういう。たまたまですね。あ、たまたまですね。すいませんでした。すごい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、達也さん、あの先生のところなんですけど。僕いいですか？僕。はい、どうぞ。あ、まず、あ、インストやってるんですけど、僕一応6月に、まあ、あのこういうね、インストフェスっていうのをやるんですよ。ね。これね。これ。これ、これ、後からね、あの後ろで皆さんにお伺いしますけど、あの正式タイトルですよ、インストゥルメンタルフェスティバル in 名古屋ボリューム2衝動まで言わなきゃいけないんですって、ね、ボリューム2衝動というタイトルで、あのインストゥルメンタルフェスティバルっていうのは、まあ、実はこれボリューム2なんですけど、ボリューム1に実は森さんのジャンプっていうのが出ましたね。ボリューム1出て、僕らボリューム2で、僕、このようにね、あのケリー・サイモンとブラインドフェイスというね、いわゆるあのハードロック、ヘビーメタルを、このようにやっておりますが、この時に限って、インストでやるということで、ボーカリストは、はい、いません。どのバンドにもね。で、台湾がトリックス、素晴らしいよね、やっぱ。トリックスってね、まあ、知ってる人はもちろん知ってる、すごい、まあ、大御所のバンドの方なんですけど、まあ、トリックスと、宗師ですか？宗師？合ってます？宗師。糸谷しかわからん。
はい、で、いくつか台湾バンド出るんですけど、この中にですね、ドラムシェットっていうね、コーナーがありまして、ドラムシェットって何だと思ったら、ドラムだけ叩きまくるっていうだけなんですって。ドラムセットを3台ステージに置いて、まあ、ホストのね、この堀井弘樹さんっていうね、ドラマーの方が主催でやられるんですけど、ドラムバカすかバカすか叩きまくる衣装っていう要するにドラムバトルみたいな感じだし、掛け合いみたいな感じだし、ドラムシェットっていう名前で海外では結構メジャーな、メジャーっていうか、ドラマーたちでドラムシェットやろうみたいなので、ドラムシェットっていうのは結構流行ってる中で、名古屋でこれを初開催ということで、楽器、ドラマーたちも大勢集まるんですけど、ドラムセットも大勢集まるということで、大変ですよ。でも僕のドラムセットね、2バスセットなんですけど、いいんですかって、僕持ち込んでいいんですか、いやもうぜひということで、場所がですね、レニー名古屋、はい、でかいですか、初めて行くんですけど、はい、そこで開催します。あ、そうですね、はい、松田がやるところで、でこれ今ね、発表されたばっかりなんですけど、出演順が僕最後になりますので、お時間ある方、6月29日土曜日の、はい、一応4時からオープンですけど、出演順は最後の方になるので、皆さんよろしかったらお越しください。はい、もう一個いいですか、もう一個だけ、はい、先ほども言った、僕も、ケリー・サイモンズ・ブランド・フェイスということで、ケリーさんとずっと長年やってるんですけど、5月に、マーク・ボールズさんということね、マジっすマジっす、マーク・ボールズ、アメリカから、イングウェイ・マルムスティンでね、まあ、有名なギタリストの方の、まあ、86年の、はい、トリロジーっていうアルバムを使って、で歌ってるシンガーなんですけど、実は86年に歌った以来、実は来日してないと。っていうので、33年の時を経て、日本で完全再現を、僕がやるということを、バックをやることになりました。はい、マーク・ボールさん、アメリカから来ます。で、キーボーディストに、ミステリアさんっていうね、処理器を持ってやる人が、イタリアかな、どっかから来ますはい、なんかすごい何人か分かんないんですけど、はい、そういうミステリアっていう名前ですね。はい、で、マイク・ボールさんと、で、ケリーさんと、まあ、こういう形でね、共演を実現します。5月、名古屋はですね、5月31日金曜日、エル・フィッツ・オールでやります。これね、ちょっとミート&グリート券とかね、ちょっと前売り12,500円、当日13,500円、だって5月30日梅田バナナホール大阪ね、7,500円、8,000円、はい、すみません、名古屋お高くなっておりますが、チケットというよりは、こちら、マーク・ボールズ・トリロジー復刻ジャパンツアー実行委員会というのが立ち上がっておりますので、そちらにお問い合わせいただけると、なぜそんな名古屋だけなんだというお問い合わせに僕が、お答えしかねますので、ぜひ、はい、いませんが、お問い合わせください。こちら、5月31日、6月29日、よろしくお願いします。はい、さあ、もう話すことは話しました。最後の曲ですね。はい。Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. 合ってます。合ってます。これどういう曲ですか。ちょっと喋ってもらっていいですか。どうしてこれを選ん、なんでこれを選んだ。あ、俺だ。これもね、
さっきもね、パララダッタッタって言ったでしょ、インコグニートが好きなんですけど、まあ、インコグニートもカバーしてると、スティービー・ワンダーの曲ですけど、カバーしてるというので、これ、もうぜひインコグニートやりたいんですけどって言ったら、いや、こっちの方がいいよっていう、なんかおすすめバージョンを森田拓磨さんに勧められた、ちょっと新しい感じの、おしゃれなバージョンを、トリケリバージョンって言って、あの映画のね、あのシングってあるでしょ、なんかあの、これはゾウさんがすごい歌ってるやつですね、多分ね、映画でね。そうそうそう。で、あの日本語だと、あの日本版だとミーシャ、ミーシャがね、歌ってるやつのバージョンを、英語でお願いします。できれば英語で。はい、します。はい、では最後です。皆さん今日はありがとうございました。
られるか。何やりましょうか。はい、何やりましょうか。思い出の。思い出のって僕らだけじゃないですか。ね、皆さんはね、まあ、僕は本当に、例えばプロの活動っていうところを、まあ、現場ってやつですね、いわゆる、それを初めて経験させてもらったっていう感じの先生なんですよ、森田君はね。そうなんだ、そうだ。いわゆるね、プロになるとき、まあ、マウンドとか、やるときにですね、営業っていう言葉ね。そうなんだ。営業、10年ぐらい前だったね。はい、営業っていう、営業をやるんだけど、みたいな。まずそこからのきっかけをいただいてですね。営業って何やるんですかっていう。まあ、演奏いろいろするんだけど、みたいな。まあ、こういう飲み屋さんで演奏するんだよっていう、まあ、こういうふうにステージ、PA 回って、こうやってね、音出して、ライブですってやるんじゃなくて、なんかちょっと。全部自分で持ち込まない。持ち込まない、ね、機材もそうだし、例えばもうお客さんと、なんか、これ弾いてよって言って、なんか、ね、お酒飲みながらね、なんかリクエストを受けることもあるという、ドキドキしちゃってですね、その時に、まあ、まあ、お客さんはね、飲みながらなんで、まあ、そうね、気持ちよくなってこう音楽を聴きたいという方がいらっしゃるんですけど、まあ、そういう中で、まあ、いろんな曲をね、こうやって洋楽スタンダードの曲とか、例えばもう時にはカラオケの人と、ね、バックみたいにならなきゃいけない時もあるんで、まあ、そういうのも、まあ、経験させてもらったりとか、いろいろ、まあ、某、このね、名古屋の栄の新栄ってところですね、ちょっと危ない雰囲気のところ の, ビルの中にですね、吸い込まれて吸い込まれるように、うん、もう僕はもうそこにしか用はないと思って、うん、いろんな誘惑があるんですよ。はい、いろんな誘惑、ピンク色、黄色とかね、いろんな色、はい、あるんですけど、まあ、そこにしか僕は用がないんですっていう顔で行くわけですよ。僕はここで演奏しなきゃいけない人なんですっていう雰囲気を出しながら、本当にね、怖かったです、ちょっと。で、そういうところでね、演奏を結構何年かさせてもらってですね、まあ、その時に、まあ、それこそ森さんの曲もその中で、レパートリーの中でありました。ありました。はい。その、まあ、思い出が詰まった、もう10年以上前のその森さんの曲を今回、やらせてもらったか。その時のメンバーのパツさんも、そうでしたか、ね。はい、その時ね、やってもらって、で、まあ、久しぶりだねっていうさっきの話で、はい、やってみますかね。やりましょうか。やってみちゃいますか。10年ぶり。久しぶりです。僕も久しぶりです。はい。曲はチェイスという曲になります。いいですか。
アンコール最後までありがとうございました。本当にお忙しい中お越しくださいませありがとうございました。もう連休もねあと少しなんですけど、はい、令和元年ということで皆さんいい時代を一緒に過ごしていきましょう。そして、まあ、僕もね、まあ、これからちょっと頑張らなきゃなっていう、世代にも時代にもなってきたなという感じなんで頑張りたいと思います。はい、オンボーカル達也そして最後にチョベインサクスフォン、最後になりますが、これもね僕の大好きな曲、君の瞳に恋してるをやりたいと思いますので、はい、キャプテンマウンドフォービューを皆さんで、歌ってお別れしたいと思います。今日はありがとうございました。Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, what a hold is so much. I've long less long had a mind. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.Following the way that I stay, there's nothing else to compare. But though it moves with me, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes.
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご紹介しましょう。オンギターパツさん、パツさん、はい、そしてサックスチョビンさん、チョビンさん、ボーカル勝也さん、で松下くんオペイス、はい、そしてキーボード森拓真さん、はい、やっちゃいそうになってもうね、はい、皆さん。気をつけてゴールデンウィークお過ごしください。ありがとうございました。山田陽介、この後も皆さんうろうろしてますので声をかけて一緒に何かね、はい、話をしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。